渡嘉敷勝男の渡嘉チャンネル、はい、今回はですね、渡嘉敷ジムの、まあ、試合この間もあの11月13日にね、村田玲司スーパーフェザー級がね、追加では6回戦というところで、4ラウンド TKO 勝ちで勝って6回戦になりました。9月20日に、今回戦った選手とやってるんですよね。そしてあの、引き分けてるんですよ。まあどっちが本当に引き分けっていう試合でしたけどね、そしてお互いがやろうっていう気持ちになって、それがうまくいって、相手側からやりましょうっていうこと、相手側工業で、11月13日やりました。再戦になりました。そして、まあ、3ラウンドまではもう本当に互角な、壮絶な打ち合いをしてました。で僕は言いました。お前もう今引き分けみたいなラウンドだから、あと1回最終ラウンド取らないと勝てないよ、また引き分けになるよみたいなことを言ってたんですけども、4ラウンド行ってこい、倒してこいって言ったらバンバン行きましたね。まあ村田玲司のいいとこは本当にバン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 行くとこが、あの彼のすごいいいとこで、今まで過去本当涙の出る試合をね2回やってますから、すっごいいい試合するんですよ。それが出ましたね。4ラウンドバンバン行きました。そして右、ね、右のフック気味の右ストレートが当たって、レフリーがおっと言ってる時にまた追撃があって、もうレフリー心配してすぐ止めました。4ラウンド TKO 勝ち。いやいい試合だったですね。これでね、前回引き分けた人間ですよ、互角の人間を今度は TKO で、ね、圧倒的に、勝ってますから、そういう意味ではこの6回戦価値ありますよね。同じ3勝同士、どっちが勝っても6回戦だったんですから、だから6回戦に勝ったようなもんですよね、価値あります。まあ、試合前にね、村田玲司の練習のね情報とか流しましたけども、ね、それですごいたくさんの人が応援してくれたんで、まあ、この結果になったと思います。皆さんありがとう。たくさんの人がね、応援してくれてますから、これは負けられないっていうあの頑張りはそこから出たかもしれませんね。そして続いては12月4日金曜日、後楽園ホール、第1試合、18時から、これ中里っていうね、沖縄の選手ですけども、渡嘉敷ジムから、の選手が第1試合からあります。その選手は具志堅さんのジム、白井具志堅スポーツジムから移籍してきた選手です。まあ事実上は移籍第1戦目みたいなもんですよね。はい、そして、まあその選手サウスポーですけどもね、すごい変則なんですよ。足のステップがまたね、うまいし、この変則で。だからみんなに具志堅さんに忍者って言われて、リングネームを中里忍者宗師っていう名前なんですね。リングネームですよ、忍者が入りますから、なかなか面白い選手、すごい変則でもかなり、スパーリング見てても強くなりました。強くなったというか、あのいい味出してきましたね。そういう意味では今度の試合楽しみです。コスチュームなんかも紫色でね、でこの忍者風にしてますよ。トランクスでシューズが確か紫色だったと思いますね。そしてあの上がってくる時にこのマスクして上がってくるんですけども、紫色のマスクですよ。まさに忍者っぽいやつ。まあ動き見ると、あ、これ忍者ってすぐ分かりますから見てやってください。なかなか個性あって面白いです。このチャンネルの最後で、あの中里の忍者、中里忍者宗師のインタビューもありますから見てください。これはあの中里のね、中里忍者宗師のミットです。これ私がこう受けてますけども、でなかなかあのパンチ力ありますよ。ストレートカーン、そう、あの一番その特徴はこのステップワークですね。ステップワークがねカチャ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 と早いんですよ。あれにちょっと戸惑うかもしれませんね、相手もね。なかなかこういう選手あんまりいないんで、私はこの才能というか特徴を伸ばしてあげたいですね。だからお前にもっと忍者っぽく使え使えって言ってますけどね。これスパーリングの映像ですけども、この黒い方の、背の高い方が村田玲司、そして、ピンクの方が、中里忍者宗師です。これ2階級ぐらい違うのかな、2階級か3階、2階級か。これ足のさばきがいいからね、大きい選手でもなかなかこう当たらない
ですね、距離感がいいから、ね、せっかく忍者ですからね、手裏剣パンチはあの昔陽介さんのね、トレーナー修会長がね、言ってましたけども、うちも何か作りましょうかね。手裏剣パンチに続く忍法水遁の術、潜ってどうすんねんみたいなでもまあなかなかあの変則でね、面白い。これを生かしてちょっと世界チャンピオンになれば、世界中でね、忍者はね人気ありますからね、これは面白いんじゃないですか、パフォーマンスにも注目してください。トカシキカツオのトカチャンネル、はい、今回はですね12月4日、トカシキジムでは2人選手が出ます。今度勝てば8回戦になる芦名雄太、そして、次がトカシキジム移籍第1戦目、白井口県スポーツジムから移籍第1戦目の沖縄出身の中里が3戦目ですね、です、試合いたします。じゃあその意気込みを。皆さんこんにちは、渡嘉敷ボクシングジム所属の中里忍者総司です。よろしくお願いします。まあ、そうですね、前回の試合は、まあ、ちょっと、まあ、いろんなことが重なって僕人生初の無観客試合だったんですけど、まあ、結果負け、まあ3ラウンド TKO が負け、してしまったんですけど、やっぱもう何言っても今はすごい言い訳ですけど、やっぱすごい環境とかもう声援がないのはすごくやりにくかったですし、結構リングも会場の雰囲気もすごい重い中での試合だったので、すごくやりづらかったなという印象でした。ですけど、また渡嘉敷ジムに移籍して渡嘉敷会長にいろいろ話して、そういうことも全て理解してくれた上で、じゃあもう一回一緒に頑張ろうと言ってくれたので、やっぱ沖縄の大先輩であり偉大なチャンピオンでもあるので、またその先輩と一からボクシングやれることにすごく幸せを感じていますし、ありがたみを感じているので、そんな感謝の気持ちを持って今回リングに上がりたいなと思っております。褒めすぎだろまあでも彼 の, あのいいところはですね、普通のボクサーの修道とは違う角度でいろんなパンチが飛んでいきます。それにこのリズム、忍者って言われてるぐらいのこの足のリズム、具志堅用子先輩が彼を見て、あいつ忍者みたいだなということで忍者っていう、ね、呼び方をされております。それぐらいちょっと変則で、面白いボクシングをします。で今かなり、強くなってきましたので、さらに向上していく、出世していくスタイルに変わっております。では自分でも面白いと思います。はい、どう今はだんだん面白くなってきた。スパーとかもね。そうですね、今までになかったことも、今までやってきたことも継続して生かしつつ、またここで新たなものを、武器を今つけている感じなので、すごく、まあ、刺激もあってやりがいあって、すごく楽しくやらせてもらってます。まあ、このスタイルは今なかなかないんで、逆に面白くて、お客さんにもアピール度があって面白い選手だと思いますね。ぜひ渡嘉敷ジムを応援してくれる方は、ぜひお得なんでぜひ来てください、後楽園ホールへ。そして、続く4試合目に渡嘉敷ジムの筆頭ボクサーね、次勝てば8回戦 A 級ライセンス、世界チャンピオンまでが全部 A 級というね、そのクラスに上がれます。芦名雄太、これはちょっと面白いですよ。相手も強いですから、相手も無敗ですからね。芦名は、昨年のウェルター級の全日本で2位、その戦う選手は、もう一昨年前のミドル級の全日本2位。すごいですよ、全日本2位同士が戦うんですよ。2階級ちょっと違いますけどね、これはちょっと壮絶な戦いになると思いますよ。これに勝てば、ね、A 級ライセンス8回戦になりますから、8回戦になれば日本ランカーと戦います。そうすると日本ランカーに勝てば日本タイトルが待ってます。これは面白いこうラインが引かれますね。ぜひこれは、ね、勝ってほしいですね。うん、これは芦名雄太のうまいしね、これちょっといい味が多分出ると思いますね。強い相手とやればもっと強くなれる選手だと思うんで、眠ってる才能がもっとガッと出てくるっていうね、要するに何て言うのかな、火事場の力持ち、あ
火事場のバカ力みたいな、ね、相手が強いほど強いんだ、よし頑張らなきゃ、うわーっていうね才能が出てくると思うんですよ。それをちょっと楽しみにしてますね、うん、それを期待して強い相手にぶつけました。そう、今までスパーリングではねすごいね強い力を出してたんですよ。日本なんかもね倒すぐらいの素晴らしい、力を出してたんですけど、まあ、まだそれが試合に出てなかった。でもこの間の試合でなんか少し開花されてきてますんで、今回からちょっと面白いんじゃないですか。みんながおーっていう選手になったと思いますよ。ぜひ皆さん会場で見てください。待ってますよ。強い選手とやるときにガッと力を出す選手がいますから、多分それだと思いますね。アシナは一回殻を破ればパパパパパーっといきますからね。世界チャンピオンに本当にあのこのウェルター級いませんから、日本にはこのウェルター級の日本チャンピオン、あ、世界チャンピオンになるこのウェルター級選手はアシナ雄太と俺はいつも言ってますから、ぜひその才能を開花する一戦にしてもらいたいですね。ちょっとその動きを見てください。このスパーリング相手も村田レイジです。紺色の方ですね。赤の方が、アシナ雄太。そう、アシナはねディフェンスもいいしね、カウンターがうまいですよね。でサウスポーにもなれるし右にもなれる、まあ、最近では珍しいスイッチボクサーですよね。器用ですよ、うまいですよ。ウェルターにしてはスピードもあるし、練習もかなりやるしね、ちょっとテクニックではかなりいい選手だと思いますよ、うん、そうそうそう、まあ、トレーナーもね渡嘉敷ジムでやってますけど、その、まあ、教えるのにも評判もいいし、だからチケットもすごいあのジム内でも売れるんですよね。うまいんですよね、うん、教え方がなんで丁寧というかね、評判がいいですよ。夕方までトレーナーやってますから、お昼の12時から夕方までトレーナーやってますから、ぜひ皆さんもアシナに雄太に習いに来てください。ぜひ、これはお腹をね鍛える、まあ、腹筋でね表の筋肉を鍛えて、そして腹をこうやって踏むんですよ。お腹の上に乗って力入れちゃいけないんですよ。バン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 入れる。そうすると内臓を鍛えることができるんですよね。で外の筋肉と内臓を鍛えることで強いパンチに耐えられるという。私はボディをこうやって鍛えてたんで、一度もボディで倒れたことありませんから、そういう意味で アシナも同じようにこう昔の鍛え方でねやってます。これきついです。普通 あのプロボクサーできませんから。とアシナはボディでね倒れたことはもちろんないですよ。これで効果出てますね。最近もっともっと強く踏んでますけど、いやもう一遍踏んでくれって、終わりなのにもう一度踏んでくれっていうぐらいだから、相当強化されてますよ。これ普通みんな乗るだけでって言いますからね。これはまあプロ中のプロじゃないとこの訓練はできません。まあ足ならそれでも、いやもう一度お願いしますっていうぐらいだから、いやすごい腹強いですよこれ。ぜひこれをね皆さん目の前で見てほしいですね。私がこれを嘘言ってるのか本当言ってるのかっていう、ぜひ目の前でねスリリング味わってください。まだ渡嘉敷ジムにはチケット余ってますから連絡ください。よろしく頼みます。まあ第1試合と第4試合渡嘉敷ジムから2人ね有望選手が出ますんで、ぜひ見てください。スリリング味わってください。渡嘉敷ジムに連絡くれれば郵送もできますんで、まあ芦名雄太がやってるツイッターの方からでもチケットは買えますんで、どっちからでもいいんで、ぜひチケット買って応援に来てください。チケットの買い方も YouTube に概要欄に貼っておきますんで、アシナのツイッターの方に25日までに連絡くれればチケット買えます。ぜひ見て、目の前で見てやってください。こんにちは、アシナ雄太です。いつもトカチャンネルをご覧の皆様、いつもありがとうございます。前回の試合を振り返ってというような今質問をいただいたんですけれども、内容というのはここで逐一説明しますと、時間の関係もありますので、まずはですねこのいろいろウイルス等でですね延期を繰り返す中、僕との試合対戦を引き受けてくれた相手選手であったりですとか、当日ですねやっぱり
いろんな弊害がある中で会場を設営してくださった方々であったりとか、それこそ試合に、試合の会場にですね、実際に足を運んでくださった方々のおかげで、あの一日があったと思いますので、はい、この動画を通してですね、僕のことを気にかけてくださる方々含め、本当にいつもありがとうございます。はい、そして今後ともよろしくお願いします。この延期を繰り返す中、ずっと準備を続けてくれた根本選手への感謝をちょっと述べさせていただいたんですけれども、試合中もですね、もう多分両目尻を多分カットしていたと思うんですけれども、もう血だらけになって、僕のパンチも結構ヒットしていたと思うんですけれども、そんな中6ラウンド僕に、パンチを、ね、当てようということで、立ち向かってきたおかげで6ラウンドしっかり僕も戦い抜く、初めての6ラウンドだったんですけれども、そういうような貴重な経験をできたので、はい、本当に根本選手もありがとうございました。次の試合というのが昨年の全日本新人王が12月に行われましたので、1年ぶりに東京の後楽園ホールで決まっております。はい、で相手選手というのが僕のちょうど1年前の全日本新人王でですね、ミドル級でドローになっている選手です。はい、なのでお互い新人王をあと一歩で取れなかった選手同士の試合というような形になっております。今試合の3週間前というようなタイミングなんですけれども、普段とまた階級が違うので、まあ体重等の作り方また変わってくるとは思うんですけれども、体調自体はとてもいい状態ですし、皆さんのおかげでスパーリングと相手してくださる選手のおかげで、いい練習ができております。取り組んでいる課題というような質問をいただいたんですけれども、その再戦相手に合わせた戦術っていうのはやっぱりその渡嘉敷会長をはじめいろいろ考えてくださる方いらっしゃいますので、練習で進めているんですけれども、僕はそこで練習した戦術を後楽園ホールの場で実行するための心の準備、体の準備っていうのを意識して、もちろんね、そこを生活の中心において日々過ごさせていただいております。今渡嘉敷会長からですね、普段のそのスパーリングとかの動きに比べると試合の動きはちょっと劣化しているんじゃないかというようなことをね、よく言われるんですけれども、僕自身正直その試合を終えてですね、もっとできるなというところも正直あるので、はい、自分自身また何かこう一皮向けられるような試合というのに今回の試合を迎えられたらいいなというふうに思っています。普段の僕を知ってくださる方々からやっぱりその見ていて歯がゆいというような意見もたくさんいただきますので、せっかく僕に時間を使ってくださる方々、お金を使ってね、会場に来てくださる方々たくさんいらっしゃいますので、その方々の気持ちに僕の願望を叶えることで恩返しがねできたらいいなというふうには考えております。今来年に向けてというような何か目標ありますかというようなお話をいただいたんですけれども、僕自身それこそボクシング普段ね、こう練習している中で、いつ終わりがあるか分からないスポーツだというふうに僕は考えていますので、まあ来年というよりも、もうとにかく次の試合で、次の試合を迎えるためのそのスパーリング等でもいつ時刻が分かるあるかっていうのは分かりませんので、一日一日を大切に過ごしたいというような気持ちを持って、日々積み重ねた先に来年があればいいなというふうには思っております。で最後にはなるんですけれども、本当に冒頭にも申し上げましたように、いつもこのトカチャンネルの動画を見てくださる方々、本当にいつもありがとうございます。その中でですね、コメント欄等で僕に関するような意見っていうのもいただいてくれる方々、本当にいつもありがとうございます。残りの時間をね、大切に過ごしてまいりますので、このチャンネル、僕自身もですね、ともどもよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。